はい、皆さんこんにちは。今日はね、高島屋駅に来ておりますけども、今日はこの駅で何をするのかと言いますと、前々から高島屋駅を通るたんびに紹介してたんですけど、この高島屋駅はね、昔この駅で貨物の積み下ろしをやってたので、昔の名残シリーズということで、今回はこの高島屋駅の紹介をしていきたいと思います。んで、今真ん中の上りの出発信号が青になってますけど、先ほど僕が乗ってきた列車の後続で快速三重が追っかけてきているので、はい、ということでね、さっきの普通列車と後続の快速三重両方待たされたであろうあの普通列車が今から発車します。んで、その向こう側にちょっと見えているのが貨物の積み込み所の名残です。んで、前回はね、松坂とこの高島屋の間の六軒駅で、昔六軒駅で起きた脱線事故を紹介したと思うんですけど、今回はこちらの貨物の積み込み所の紹介をします。んで、この先ね、海軍専用船があったみたいなんで、そちらの方はあまり詳しくはないんですけど、最後の方にちょっとだけ喋りたいと思います。はい、ということでね、今回も昔のね、配線図を手に入れたので、こちらの地図を用いて紹介したいと思います。で、駅構内はこんな感じになってまして、上が通亀山名古屋方面ということで、上り下が松坂伊勢市新宮方面下りです。なんで、あちらが伊勢新宮松坂方面で、こちらが通名古屋亀山方面です。なんでね、地図の向き的にはこういう感じで今立ってます。んで、今どこに僕が立っているのかというと、こちらですね、この赤い点が打ってあるこちらですね、この辺に僕が今立ってます。緑色でね、線引っ張ってあるのが今現在も使用されている線路で、なんでピンク色で塗ってあるのがホームになってます。なんで、こちらの行き止まりの線路、名古屋方面側から紹介したいと思います。んで、またね、こちらが今目の前にあるね、こちらの線路で、その向こうにあるのがあちらの線路ですね。んで、ホームで見えませんが、ホームを渡ってこちら側のホーム、さっきね、松坂方面の普通列車が止まってたホームの線路が、あちらの下の部分になります。んで、その向こうに一本ね、線路を引っぺがした跡があるんですけど、それはね、こちらのね、一番右側の線路になります。こちらに続いている線路。んで、その奥にもう一本あったらしいんですけど、正直ね、ここに一本、二本あったと思うんですけど、ここら辺はちょっと僕にもよくわかんないんで、まだ後で紹介したいと思います。なんで、このホームはね、もともとあったホームで、んで、こちらの行き止まりになっている2本の線路はこちらのホームのこっち側にあった線路です。なんで、あそこの分岐からこう入ってきて、こちらで行き止まりっていう感じです。で、その奥にも向こうから来たやつがここで行き止まりになってます。多分ね、奥側にね、JR の土地の境界みたいなのがありますけど、あれずーっとそのままあって、この家が建ってたり郵便局の土地はもともと国鉄の土地だったんだと思います。昔の車止めが残ってますですよね。これ昔の車止めですよね。さすがに線路の引っぺがした跡っていうのはもう草に埋もれてしまっている感じですね。なんで、あちらのね、分岐のとこまでちょっと歩いて行ってみましょう。台風でね、よく見ていただくとわかるんですけど、あちらは昔の客車タイプのホームなんですけど、こちらはね、ちょっと高くしてあって、今のホームになってます。あちらからね、奥の方を見ようかなと思ったんですけど、あんまり見えなかったんで、あちら側のホームの先端の方へ行きたいと思います。台風で今は見る影もないんですけど、昔あちらの家が建っていたところから、この先の踏切にかけてなんですけど、こちらにはセメントの貨車を運んできて、溜めとくタンク、あるいは積み下ろし場があったみたいです。多分これ、大阪セメントって書いてあるから、これ多分会社の名前だと思うんですけど、そういう、大阪セメントの専用線みたいなのがあったんですかね。では駅舎の方へ戻ってきたんで、高島屋駅のね、外へ一回出ましょう。これはちょっとわかんないんですけど、ここにロータリーがあって、トラックとか車がこう入ってきて、こちらでこの先積み込みをして、で、こっから出て行ったりとか、直接ね、道路のとこからこう来て積み込みして出ていくっていうのもあるんですけど、こっから入ってきて、ここで荷物の積み下ろしをするっていうのも、それぐらいできるような土地なんで、昔はあったんじゃないですかね。なんで、あちらのコンクリの端っこは、その当時からのもんだと思うんで、なんで昔は急行列車とかが止まってたんだと思うんですけど、んで昔は有人駅だったと思うんで、こちらにはね、多分駅員室があって、その横に憶測ですけど、貨物関係の事務所、あるいはそういう貨物が夜出発するとか、まあそういうことが考えられるんで、そういう夜中もね、こちらで寝れるようななんかがあったんじゃないですかね。はい、というわけで、こちらがね、高島屋駅の待合室です。
結構広めでね、貨物の積み込みで栄えてたっていうこともあって、旅客の利用もねだいぶあったと思うんですけど、その当時はね、こちらに緑の窓口みたいなんがあって、こちらにね、郵便物の受付所みたいなのがあったんじゃないですかね。はい、ということでこちらが高千穂駅の駅舎です。ロータリーはこういう感じになってて、現代の荷物輸送の受け取り所があんなとこにあります。台風でね、あちらの自販機があるところが多分その当時からやってたであろう商店みたいなのがあります。今はあれ閉まっているのかな。まあ個人のあれなんであんま映さないんですけど、もしかしたら商店とかじゃないんですかね。というわけでまあこんな感じで、ちなみにね、こちらに立っている小屋みたいなところがトイレになります。昔の建物でね、施設と手洗い場が別になっているっていうのが昔の家あるあるなんですけど、駅とかはそういうのに関係ないんですかね。はい、というわけでね、あちらのホームからこちらのホームに移ってきました。んで、先ほど言った行き止まりの線路は、あちらの方からずーっと来て、この家の建っている土地を通って、こちらのね、今フェンスがあると思うんですけど、多分その当時は踏切はもうちょっとこっち側にあったんだと思います。んで、またね、こちらのね、JR の倉庫みたいなところを、昔は線路が分岐で、こちらですね、ちょうど合流する感じで、んでその先で今も使われているこちらの線路と一緒にあちらで単線になって、そのまま亀山の方を向いて走っていくっていう感じです。んでね、その分岐のところでこちらも分かれてこう入ってくるんですけど、こちらはこちらでね、もう一度分岐しまして、このね、右側を走っているこの線路とこの真ん中のこの線路が分岐して、そのままこっちへ入ってくるんですけど、その向こうにね、もう一本分岐するものが昔はあって、もう一本線路が引いてあって、向こうのやつとこっちのやつで2本並んで手前の方に入ってくるっていう感じです。さすがにアップしてもねよくわからないんで、こちらの僕の立っているところからこのままね合流しながら一番最後ね、こちらで単線になるっていうことです。んで奥側が安全側線になっていて、昔あったあちらの線路と今使われている一番線のこの線路で合流しながら、このまままっすぐ行って、最終的にこちらの手前の線路ともう一個横の一番線の線路と二つ並んで、奥の線路がこちらに合流してきて、奥の線路をまっすぐ行くと安全側線で行き止まりっていうことになります。説明していたら普通列車が来ましたね。なんでね、あちらのフェンスがあって、こちらの JR の敷地に JR の小屋が建っていて、いきなりこちらがね、住宅の土地になるっていうのは、やっぱりね、名残的に考えると、普通に考えてね、パッと見でちょっとおかしいなっていうのが、誰にでもわかるんですけど、詳しく調べてみると、よくある名残方ですね。今からはこちら側の線路について紹介します。んでね、さっきの分岐のところからこう入ってきて、手前が今使っている線路で、奥がもう剥がされてますが、貨物用の線路になります。貨物用というか、気回し線というか、まあそういう感じの線路ですね。んでね、今立っているこのホームね、実際にね、向こうから歩いてきて、昔のね、客車ホームなんで低いっていうことが分かってたんですけど、あちらのホームは少しは低くなってますが、こちらのね、本当の客車ホームに降りてくると、めちゃくちゃ低く感じます。線路との高さがこんな感じで伝わるかな、わかんないけど。んでね、よくわかんないんですけど、快速三重とかがね、通過するのがこちら側の線路なんですよ。んでそういうね、分岐器の都合でこの線路を通った方が速度を落とさなくて通過できるっていうのもあるんですけど、そういうこともあってか知らないんですけど、こちらに本線丸って書いてあるんで、これがその規制本線の高千穂駅構内の本線扱いになるんですかね。ホームの先っちょのところには丸ってついてますからね、多分列車が止めれる限界がこれなんだと思うんですけど、ちょっとこれに関してはよくわかんないです。